ルーツマーケットをお聞きの皆さん、横山エリカさん、古谷健二です。最近の楽しかった旅、そうですね、まあ私はバンドマンなので皆さんより、旅をする機会が多いかと思います。週2回、週1回、少なくても3週間に1回ぐらいは旅と言っても過言ではない、ロードというね、俺らが言うライブに出かけるわけですけど、2018年、今年は、宮古ロックフェスというね、宮古島で唯一ある大きな大きな最高なロックフェスに行った旅が印象深かったですね。宮古のスタッフがホスピタリティ完璧なんで、こうみんなに宮古島を目いっぱい楽しんでもらおうとね、ちょっと遠泊したりとか、アフターパーティーで花火大会くっつけてみたりとか、でそこで俺たちがアコースティックギターで普段こう人をがっつり持ち上げるとは違うエンターテインメントを、そういう場所だからこそやれたりとかね、すごい素敵な思い出です。行ったことない人はぜひ宮古島行ってみてください。 J-Way Fruit Market Travel Lovers、 古谷健二さんの旅のエピソードいかがでしたでしょうか。宮古島でフェスってもう響きだけですごく魅力的ですよね。またこういったスポットにフェスに行くとなると、旅行も兼ねてということになるので、フェスだけではなく他に観光とか、のんびりする時間も楽しめて良さそうです。そしてフェスのサブタイトル、セーブザシー、セーブザスカイとなっているんですが、海に優しく空に優しい南の島のロックフェスを目指しているということで、そういったね、環境を考慮した点も素敵ですよね。さあ、すっかり宮古島のゆるい空気がお気に入りという古谷健二さんですが、来週発売のニューアルバム「ザ・ペンジュラム」ではジャケットのアートワークも手掛けています。そして同じデザインの T シャツが付いている限定生産版も同時発売されるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。